今北海道の大牟町というところに来ております。場所で言いますとですね、ちょうど紋別のちょっと上の方になるのかな、おこっぺ町の上なんですけども、紋別過ぎておこっぺ過ぎてその上が大牟町という感じなんですけども、何年か前にですね、この大牟のパチンコ店2軒ありますよっていうね動画 3,4 年前に、上げたことあるんですけど、今日はそのパチンコ店が今も営業されているのかどうかね、ちょっと現地に見に行って確認してみたいと思います。大牟町のですね、ここ旧国道沿いなんですけども、港がね奥にあります。そしてパチンコ店が、1軒、前にも一度動画で紹介したことあるんですけど、ここにパーラー富士というすごい小さなパチンコ店がございます。遠くから見たらねやってないんじゃないかなと思ったんですけど、近づいてみたら店内電気ついてますので、ちゃんと現在もですね営業されております。4月24日に寝台入れ替えもねされてるんで、現在どんな機種があるのかねちょっと見たいと思います。あ、ゲッターマウス、ファミスタ、スロットがね、それ入ってますね。ということで、北海道大牟町にあるパチンコ店、パーラー富士大牟店でございます。その前に、大牟の人口なんですけども、去年の10月1日時点で約4100名となっております。3、4年前は4400人だったんですけども、まあ、少子高齢化の影響でそこから300人ほど減少しているという感じでございます。ちなみにオウムにはこことも1軒ですね、パーラーヤマトというパチンコ店もございます。パーラーヤマトオウム店の方も令和6年の4月下旬現在で営業されておりました。やっぱり札幌からちょっと離れているパチンコ店になるので、まあ、情報が少ないというところでね、営業しているのかしてないのか、まあ、確認しないとわからない部分が、ね、あったんで、まあ、今回久しぶりに大牟町に来たのでですね、この2店舗とも営業しているのを確認いたした次第でございます。で、先ほどのパーラー富士に関しては4月24日の日に寝台入れ替えも行われております。まあ、最新機種ではないんですけども、まあ、一応それなりに新しい機種は揃えてるという、ね、感じでございました。スマスロは設置されていなかったんですけども、まあ、スロットは全て20円スロットで、まあ、バラエティーコーナーみたいな感じで機種が設置されている状況でございます。ジャグラーシリーズも結構ラインナップが充実しておりましたので、まあ、定期的に寝台の方はですね入れ替えてるという、ね、感じになるかと思われます。見に行った時間は平日の16時半くらいだったんですけども、スロットコーナーはお客様は0人だったんですけど、パチンコの方は7、8人いた感じでございます。店員の方は女性のおばちゃん1人で切り盛りしているという感じでございました。まあ、カウンターも兼務してホールスタッフをやっているという、ね、感じでございます。これおそらく2階がですね居住スペースになっているかと思われますので、まあ、個人経営の、ね、パチンコ店になるのかなと思います。店員さんはですねカウンターにおばちゃんが1人いて、まあ、あと台はですねジャグラーなんかも結構台数設置されてたんでね、まあなんとか頑張って営業してるなっていう感じでした。スロットはねお客様、0人だったんですけど、パチンコの方は7、8人ぐらいいましたね。ここはね大牟町の一応中心市街地なんですけども、まあそんなに人はね歩いてないんで、なんかこう時間がねゆっくり流れているような感じがいたします。